でもさ、友実はこんな話聞いたことある？話？うん、砂浜の足跡。なんだそれ。神は我々と共に歩む。だから死後、自分が歩いた道を見ると必ず寄り添う足跡がもう一つ見つかる。人生は寄り添う力で支えられてる。でもさ、一番辛い時、悲しい時に足跡は一つになってるんだってさ。一番辛い時にそばにいないのかよ。でもそれが神様ってやつだよな。違うよ。その時神は立ち止まって動けない人の足そのものになってくれるんだってさ。自分の足そのもの？そう。立ち止まっていると思えた道も必ず先に進んでいる。まるで葉月ちゃんが登れないと思ったあの坂道みたいに、人は先に進む。その歩みを止めることはない。たった一つの思いを心に刻み込まれて。たった一つの思いを刻み込まれる？そう、命令にした刻印。全ての人、いや全ての生命がその刻印に命じられて生きている。全ての生命を命じる刻印。そうね。その刻印にはただこう刻まれている。幸福に生きよ。猫よ、犬よ、シマウマよ、トラさんよ、セミさんよ、そして人よ。等しく幸福に生きよ。なんだそれ。幸福を願わない生き物はいない。すべての生き物が自らの幸福を願う。そう命じられてるから。それって命令なのか？さあね。ただ実際そうでしょ。人もまた、いや、人は動物なんかと比べ物にならないぐらいに幸福に生きようとし、そして絶望する。なんでそうなるの？幸福はそれを望まなければ絶望なんてない。あれだよ、動物が絶望しないと同じだな。でも動物も幸福に生きようとするだろう？そうだよ。なら、なんで動物は絶望しないんだよ。そんなの当たり前じゃん。動物は幸福に生きてるからだよ。なんだよそれ。幸福じゃない動物だっているだろう。いないよ。動物はいつだって幸福なんだよ。死ぬその瞬間まで、全ての生き物は等しく永遠に幸福だ。なんでだよ。なんでだろうね。わからないのかよ。そんなことないよ。答えは簡単だよ。死を知らない。動物は永遠の層を生きている。だから幸福に生きようとする動物はいつだって幸福なんだよ。動物って死を知らないのか？当たり前じゃない。なんで？だってさ、本当は誰も死なんて知らないんだからさ。誰も？そう、誰も死なんて知らない。死を体験した人なんかいないんだからさ。死は想像。いつまでたっても行き着くことのできない。人は死を知らず、にもかかわらず人は死を知り、そしてそれがゆえに幸福の中で溺れることを覚えた。絶望とは幸福の中で溺れることができる人にだけ与えられた特権だな。特権ってどう考えても悪いもんじゃん。そうだね。でもだからこそ人は言葉を手に入れた。空を美しいと感じた。良き世界になれと祈るようになった。言葉と美しさと祈り、三つの力とともに素晴らしい日々を手にした。人よ、幸福たれ。幸福に溺れることなく、この世界に絶望することなく、
ただ幸福に生きよ、みたいな。ただ幸福に生きよう。